春からは、K- ステージ所属の女性を洗いコンビ。渡辺エンターテイメントカレッジで、同期生だった、泉、浜名の二人が、同校の卒業公演で出会って、すぐに息統合、行きとうある人に二人の喋りが面白いと言われたことが、きっかけで、浜名の方から、お笑いをやろうと誘って、2011年9月1日に、コンビを組むが、 お笑い芸人としての活動を本格的に始めたのは、翌2012年5月からである。最初、コンビ名は二人の名前を合わせて、今日のランチ。この当時は、今日のランチはたまランチ、あいよいしょ、が決め台詞だった、ショートコント等を主に言っていた。最初泉は、女優、浜名はタレントを目指していたが、演技レッスンなどでのやりとりを見ていた周りの人に、芸人転身を勧められ、 お笑い会を目指すようになった。その後、いくつかの事務所のオーディションを受けたりライブに出演していった末、K ダッシュステージのライブで1位を獲得したことから、所属が決まり、2013年に K ダッシュステージに移籍。結成2周年となった同年9月1日に、春から2回目へ。理由は、パソコン検索だと、食べ物屋さんばかり出てきたからとのことで、 原ン美名は二人の好物が春巻きと唐揚げであることと、改名当時、泉が黄色、浜名がピンクという春をイメージした色の服がステージ衣装だったこと、春から新規一点のつもりという意味を込めたものだという。このことから春巻きが好き、唐揚げが好き、春からです。という定番の挨拶がある。その後、この挨拶に、 イグスリパウダーサラサラというセリフが追加されたが、後に、この追加分のセリフの挨拶はされなくなっている。また、泉が顔の横に、右手で、浜名が同じく顔の横に、左手で三本指を出す、春からポーズというものがあり、これは二人とも食べることが好きなことから、和スプーン、三本指はフォークを表している。そして、自分たちのファンのことを、揚げ巻きと呼んでいる。かつては、 タイガのお前誰だよのネタの時に12345と共にバックダンサー兼コント要員としてのタイガロックンロールオールスターズとして出演することもあり、オタルのネタの時に同じ12345と SGC の略として出演することもあった。ヒルナンです。では、同じ事務所の先輩、オードリーがレギュラー出演している水曜日で前説を務めている。 また、メレンゲの気持ちの前説も務めている。その他、アイドルライブ、パイクパニックパーティーの MC も定期的に行っている。2014年8月1日、初単独ライブ、夏カラー。開催。2020年2月下旬から泉が3級に入る。3級の間は浜名が一人で活動。2020年7月22日の、 待ち込みの生放送から泉が仕事復帰。演じるネタはコントのみ。かつてはドタバタ長のネタが多く、メイクや仕掛けにも凝っていたことがあったが、等身大の女子の目線から作ったネタに路線を変更していったという。女子あるあるなどの一連のネタで二人が演じるキャラクターは、どこにでもいるようなうざい女キャラとも言われる。例えば受付嬢のネタでは、お互いの仲の悪さを隠しながら、 仕事をするという流れで演じている。ネタ作成は二人一緒に行い、日常会話やガールズトークの延長のような感じで進め、二人とも笑ったらネタとして採用するという。二人とも社会人経験があることから、その経験がネタに生かされているとされている。泉ンに関するカテゴリー、浜名ランチに関するカテゴリー。ありがとうございます。